今までの非礼を詫びよう。すまなかった、レオリオさん。なんだよ、いきなり。水くせ。レオリオでいいよ、レオリオで。俺も悪かったな。さっきの言葉は全面撤回する。すまなかった。いや、いいんだ。いいか、ハンターというのはだな、この世で最も儲かる仕事なんだ。またこのええかっこしいが、金の亡者が。ねえ、ゴン、よく聞けよ。正式なハンターだけがもらえるライセンスカードってのがある。これさえもらえればほとんどの国はフリーパスだし、大概の公共施設はタダで使える。財宝探しのトレジャーハンターや大富豪をパトロンにした契約ハンターにでもなれば、大金ががっぽり、一生楽できるってもんさ。いいや、ゴン、人と自然の秩序を守るのがハンターの仕事だ。遺跡ハンターや幻獣ハンターのように貴重な文化遺産や希少動物を保護したり、悪質な指名手配犯を取り締まるのもハンターの仕事だ。健全な心身と強い意志が必要なんだ。はあ、どうだ、ゴン。ゴンはどっちのハンターを目指すんだ。どっちって言われてもな。よっしゃ、これでクラピカに続いてゴンも晴れてハンターになれたってわけだ。ビシッと決めるぜ。なんだ今冷たいものが背筋に。さっぱりしたぜ。ブリーチングで男同士とか別にいいじゃねえか。勘違いしてるお前の方が危ないってのまったく。しまいには本当に襲うぞ。なんじゃなかったのか。それはこっちのセリフだ。気になるのか、あの密航者のこと。バカ言え。俺はちょっと試験官に意見しに来ただけだ。情状酌量の余地があるんじゃないかってな。私もだ。もしもし、試験官さん。もしもし。いい度胸してるじゃない。こんな夜更けに試験官の部屋に呼ばれをかけようなんて。誤解だ。しっかり覗いておいて、誤解も6回もあるか。少なくとも私は違う。呼ばれだなんて、そんな下品なことするはずがない。てめえ、一人だけ言い逃れしようってのか。問答無用。まったく男前が台無しだぜ。そんなに変わらんと思うが。なんだてめえ、なんでお前だけおとがめなしなんだよ。見た目かな。てめえ、グラフィカ、お前の誇りの後始末つけてやったぜ、レオリオ。そうだったのか、この嘘つきめ。嘘なもんか。俺の目的はやっぱり金さ。過去は過去、金は金よ。一文の得にもなんねえもんはすっぱり捨ててくたちでね。なれるといいな。お前に言われるまでもねえよ、死んでもハンターになったる。いや、医者にだよ。そういうことを澄んだ瞳で言うんじゃねえ。誤解されたらどうすんだよ。誰だ。レオリオ。お？待ってたぜ。それ。